沢雅子、ドラゴンボールの孫悟空の声でおなじみ、声優界の D ベテランだ。じゃあよ、今日も書いてくんだけど、1分孫悟空。ちょっと、野沢さん。いや、まあまあまあ、野沢さんでもないけど。まあね。まあ悟空なんで、まあこの辺はね、こういう感じでね、まあこう書いていくんですけど、まあ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 。まあ髪もね、こんな感じで。こんな感じで、ね。何か違くないですか？いや、まあいい、まあいいんですよ。まあまあまあ。ね、こんな感じですよね。こんな。で、まあ。まあ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 。まあいいんですよ、こんなんでね。これで。何してるんですか？でね、まあこう目とかもね、こんな感じでね、まあ、孫悟空ですからね、孫悟空ですよ、まあ、こんな感じかな。うん、こうやってね、ね、こうやってじゃーん。それアンダーバーさんのやつね、サインも違うし。え、おめえ、おら悟空書くっつってこう書いた、これ悟空じゃねえって。おめえ、わあ面白い、わあ面白い、ピッコロさん、わあ面白い、ピッコロさん面白いよ、わあ面白い。ご飯はそんなこと言わないでしょ。今日は何の動画ですか？もう今日はよ、前景のな、動画が、うっせぇわ歌ってみたっちゅうんかな。アンダーバーさんと、あとアイデンティティさんのね、やったやつが、再生回数で言うと、1万回、あ、いや、生成係数で言うと、1万回ぐらいいったっちゅうとこでね、で、登録者数もね、59人、ついに行ったっていうことで、悟空ですよ、ついに来ましたっていうことでね、まあよくなあんな動画で登録してくれたよな。いや、それ失礼でしょ。いや、あんなだってパクリのパクリだぞ。あんなだったらよ、これからアイデンティティさん出すやつ全部ほらパクってよ、そんで一個ずつ動画出してったら、ほら YouTuber なれんじゃねえか。あなたいつかオートプロに訴えられますよ。いや、仕方ねえだろ。そんなこと言ったってよ、一般人が、いや、一般人がよ、そんないちいちバズる動画なんて出せねえし、 YouTuber になるには仕方ねえだろ、そんなの。まあでもよ、まあこれからパクってくっつってもな、他に動画もまあペロテンチューチャンネルだしな、オラのチャンネルは。だからよ、まあオラのチャンネル何のものも出してくんだけど、まあでもとりあえず今回悟空達成したっちゅうことでな、こう悟空の絵を描いて、まあちょっとね、アンダーバーさんの絵になっちまったんだけど、あんなに描けるか、あんな1分とかでよ、アイデンティティ見て描けるかっちゅうんだよ、あんな。だけどよ、これからも動画出してくから、登録者のみんな、次も絶対見てくれよな。